この家、テレビは？ないよ。今日は午後ローでスペースジョーズネードマキシマムミッションの火の音を飛んで宇宙で戦う映画よ。それ僕映画ってあまり見ないから。でもスターウォーズは？名前は知ってるよ。宇宙で戦うやつ。月の実と委員長の言ってたやつね。見てないけど雰囲気で笑ってた。そのレベルなの？いいいい旦那様、今さら私もあの作品言うつもりはないわ。でも例えばずっと諦めて、私はその感動を一緒に味わいたいのよ。その降って湧いた奇跡的な出来事、あまりにも寂しい。そんな温度感のさ、私には耐えられないわ。旦那様は優しいから、私がそう思っていることを知れば。じゃあね。けど一言に過去作と言うけれど、その作品に及ばず各種スピンオフや世界観を同じくした別作品までフォローが溢れ返っているわ。はあ。そして作品を寄り添えない。ある監督はデビュー作の BQSF ホラーを酷評されたものの、後の世界最大のヒットにつながるわけ。面白さが増すのよ。だから過去作チェックを決して侮っちゃダメ。そこにはわかる。熱意はわかりました。クール。いろんな種類が。パナソニックかソニーか、どっちの色合いの質とかこだわりはないの？旦那様、いい？なんか名言のようなことを言った。それに置いてくれるっていうのよ。その気持ちだけですごく。今日はいい買い物をしたな。